はいどうも、長坂レモンです。本日紹介席はこちら、ババーン、五色八百長時代ですね、やります。はい、まあ最近何かと話題の五色デッキについて紹介していこうかなと思いますね。はい、で、これはまあツイッターで見かけたリストなんですけど、まあいろいろパターンがあるんですよ。はい、今回は八百長時代の、やつを持ってきたんですけど、八百長以外にもまあ普通にね、全受けとかちょっと多めに積んだコントロール主軸のやつだったりとか、まあ結構いろいろあるんですよ。はい、まあそれも一人ね、トライオームと、まあ、2マナのマナファクトが増えましたよということで、はい、まあ非常に組みやすくなったっていうのがあるのかなと思います。はい、歴代ね5色デッキってあんまり流行ったことはなかったんですけど、まあそこに対してね、まあいい感じに使えるようになったっていうのはでかいポイントなのかなと思います。まあトライオームとスローランドが偉いですかね。あと両面小道、はい、みたいな形で、まあ現環境で結構注目浴びてきてて、で、かつまあそこそこ大会、まあ大型大会っていうよりはなんかショップ大会に近い形だったのかなになってると思うんですけど、がちょこちょこ増えてきた形になってるのかなと思います。面白いことに、まあこれ八百長軸なんですけど、軸違っても土地の基盤が一切変わんないんですよ。はい、まあそういうことも加味しても、まあ土地の基盤はこれまで26枚で、確定で、まあジャンドベースで組んであげると大体どうでもなるのかなっていう印象です。はい、で、どういうかというと、まあ八百長時代ってパワー7にすればいいんですよ。ということで、大入道やったりとか、バトルマンモスですね。はい、このマンモスとかを7にして、神の乱とかバルキーの裏面ティボルトをゼロコストで出していこうっていうタイプのデッキになってます。はい、まあ非常にシンプルですね。はい、ただコンボデッキなんですけど、そんなコンボに頼らずにも勝つことができるっていう点においてもこのデッキの強いポイントなのかなと思います。神の乱とかもね、はい、もともとちゃんと出れば強いっていう評価だったんですよ、みんな。うん、ちゃんと出れば強かったのを、なんか出せるようなマナベースになっちゃったというね、まあなかなかのことが起きてたので、はい、非常に出しやすくなったのかなっていう印象はあります。はい、前の環境かなの私の動画してる方とか結構いると思うんですけど、だと、まあなんとかして墓地から全部釣ってきたりとか、そんな感じで頑張って出してたんですが、まあそういう頑張りも必要なくなりましたよということでね。はい、まあ非常に今の環境で強いのかなと思います。もともと出せば強かったですからね。ちゃんと2ヤードと2面相手のディサを取らした上に、まあフィニッシャーにもなり得るっていう、まあ非常に強いカードだったので、はい、かつね、まあ戦闘マンモスくんとかもね、カルドハイムのハズレアと言われてからここまで大出世ですわ。はい、カルドハイムね、ガーガラスの劣化と言われ続けていた戦闘マンモスくん、かわいそうに、はい、ついに日の目を浴びることになりましたね。はい、とか含めてもまあ面白い感じのデッキになってるかなと思います。はい、今回一応 BO3 で組んでありますけど、収録は BO1 になっております。はい、というわけで、ここはちょっとした宣伝になっております。5月22日ですね、今週の日曜日に、まあ私のチャンネルにて私の誕生日記念の卒町配信をやろうかなと思っております。はい、動画投稿者の方だったりとか配信者の方、 VTuber の方、ぜひ私のところでね、一緒におしゃべりしましょう。はい、概要欄にまあその配信の URL と、まあ、私ね、おしゃべりしたい方、つまちに来たい方は、私の DM だったりとか、Twitter DM だったりとか、Twitter のリプランでお願いします。はい、ぜひとも一緒におしゃべりしましょう。はい、というわけで、本日この時使ったランクマッチやってきました。勝率は8割かな。1本だけまだ来た試合があるんですよ。その辺の、まあ、負け試合とかについては、所感の方で解説していこうと思います。対戦の方へ、どうぞー。はい、対戦よろしくお願いします。マリガンですね。うん。後手引いてるのと、まあ、土地の色が全然足りてないので、マリガン一択だと思います。まあ、5色ゆえの弊害みたいなところはありますけどね。これはキープしていいんじゃないかな。バルキー戻しますか。うん。まあ、手下げカバンから入ってあげてで問題ないと思いますけどね。緑黒手下げカバン。まあ、大入道から入ってあげるのが強いかな。除去のこと考えたら、そっちじゃない方がいいんですけど、相手、あれだな。相手、ニキシリスですね。なら、大入道からちょっと入りたいかな。このターン飛んでくるのがちょっと嫌ではあるんですけど、殴ってきたらブロックします。殴ってきたらブロック一択です。ニキシリスが増えられると困るんでね。で、除去を切ってくれるのであれば全然 OK なんで。じゃあ、このターンはニキシリス出ないですね。しかも、電圧のネリ使いましたね。まあ、こっち
からでいいかな。うん、スルオニュード威迫持ちが立ってるのがでかいんですよね。うん、威迫持ちが立ってるのがでかいので、まあさすがに電圧の練りもう一枚あったら飛ばしに来ると思うんですけど、うん、できれば次土地引いて、まあタップインでいいんで土地引いて戦闘マンモスあたりで動いていきたいとこではありますけどね。うん、土地引いて八百長、その次戦闘マンモスとかで動けると相当でかいかなとは思います。花どこか。いやーでもこのインスタントっていうかこの固まってるのは除去を切るかどうかを考えてるだと思うんですよね。うん、まあほとんど電圧の練りじゃないかな。うん、そうですね、とりあえず土地が引ければ OK。 まあじゃあ八百長試合で、でこいつタフ5なんですよ。タフ5って電圧の練り一発じゃ飛ばないんで、あーこれ八百長もう一枚だ。うん、あのタフ5はね一発では飛ばないんで、で食肉鍵はどっかのタイミングで出しときたいですね。うん、はい、点ボルダーレンの美食家なら全然いい。カードコでサクってトークン出ますかね。まあこいつ一応トランプルあるのがでかいんで、あ2キルが出ましたか。うん、多分そっちよりはこっち切った方が良かったと思うんですけどね。カードコで増えるんで、まあ、これ拒否なんですけど。紙はまあでもこっちしかないかな。うん、グラスとかそっちのカードが必要になると思うんでね。八百長、まあ持ってくるのは神ワーとかそっちの方がいいですね。うん、次のターンまで生き残ると相当でかいです。少なくともオニキシスは2面とも落とせるんじゃないかな。うん、まあここは拒否、まあここも拒否。目撃者、はい、負け犬、あー美食家、まあほぼ食肉鍵だと思うんですけどね。これは振って、はい、落とし方なんですけど、あ黒土地が足りてないのか。いやまあまずは戦闘マンモスがなんかすごいサイズになるんで、で神川は負け犬でいいと思いますね。うん、神川負け犬のまあここかな。うん、で X1 で十分なんで、マイエンパイアクランブルス、ほい、 X1 で十分なので、 X1 これはまあなんか普通に年として使う可能性ありますね。うん、ライフゲインしましょう。てか捨てる可能性ありますね、ニクシリスで。うん、戦闘マンモス取れなかったら私の勝ちなんで、これまあエンド、もう一枚見えましたね。まあでも神バーがあるおかげでなんとかなりますかね。うん、あ遠くに変換しましたね。うん、サクってここでも1個出ますけど、まあこっちだけ食肉鍵が受けてる状況ではあるので、まだまだなんとかなる範囲かなとは思います。うん、まあこれ土地としておきたい気持ちはすごいあるんですけどね、ライフの方が大事な気もします。あ向こうも食肉鍵置いてきましたね。まあ食肉鍵を変えたら食肉鍵置くしかないですからね。うん、もう金床の方置いた、なるほど、トークンを出す方を優先と。一応打点的にはこっちの方が早いかな。バウンスは
まあここでいいや、さくれないんで。うん、で赤か黒が欲しいとこではあるんですよね。まあ青でいいか。神ワーが次のターンには出せること確定してるので、うん、まあとりあえず11点入れましょう。向こうの食事だけ取ってあげるか、金床取ってあげるかをちょっと考えるぐらいですかね。2点1点3点で2面増えて、いやでもさすがにこっちの方が早いですね。うん、負け犬が出なければ。この1点の、まあ神バーはほぼここの金床一択だと思ってます。まあ一応こっちでもいいかな。うん、負け犬とかのせいで微妙にずれちゃったのがめんどくさいですね。まあ何色でもよくて、まあ赤かな。紙は確定の、いやここまでくると食肉鍵かな、消すの。食肉鍵臭いですね。うん、食肉鍵消してあげましょう。サクりますかね。そこサクるんだ。ここにくっつけてもあんま意味はないんですが、3耐えてはいるはず。多分追加の火力が飛んでこないなら一応耐えてはいるはずです。負け犬だけなら耐えてますね。うん、ボルダーレンの侮辱家とかが入ってくるとちょっと話は変わってきますが、いやでも美食家でも大丈夫か、これなら。負け犬ブロック、まあここで1点分回復の、まあここはドレインなんでプラマイゼロなんでいいですけど、うん、美食家でも耐えてますね。はい、はプラスマイナスゼロ、これで勝ちかなと思います。グッドゲーム、大変ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。まあ後手ではあるんですけど、欲しいカードは引けてそうな気がしますね。うん、キープしましょう。できれば黒で置きたいんですけど、色がないので赤置きになりますかね。うん、てかなんなら予言回りなんですよ。まあでもさすがに後手効いてるんで2ターン目は手下げカバン置きたいですか。そうですね。ほい、赤青グリクシス、まあとりあえず手下げカバンから置きましょう。八百長試合よりはさすがに偶和からだと思います。何かしらの除去はありそうですね。赤赤黒、まあもうこれならとっとと八百長出す必要もいやないか。こっちからでいっか。うん、一応ここ八百長出して、まあサイズアップしながら次のターンマンモス出すっていう手段があるんですけど、多分除去多めなデッキですよね。うん、で青置いてないので、いやでも青先に置かなかったからか、置いてないのでグラッスボンバードとかの可能性と、あとはあれですかね、あの将来ダブルの可能性があるかなと思います。うーん、これ落としたいカードないな。うん、置いて八百長します。うん、八百長して、あー、うーん、これならマンモスかな。うん、マンモスでいきます。黒土地も引けてるんで一応前職は出ますね。はい、この恵みで1マナ系統も結構多いので、まあダブル将来系統だと思いますね。バルギー飛んできましたけど、いやまあ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 、これに関しては
神バーの方が強かったりします？いや、さすがにか。さすがに今、エンチャントを捨てるわけにはいかないですね。古き神々の方が強いかな。マナしっかり伸ばしてあげましょうか。うん。まあ、バルキー落とします。将来が飛んできた時にクリーチャーエンチャントとかになっちゃうので、うん。三々。これで一応、炎恵みでは落ちなくなりました。黒タップ。あー、土地も引けましたね。でかい。これはジャンド土地。白はもういらないので黒で、まあバトルマンモス。はい、まあここに乗っけてあげてで問題ないと思いますけどね。これ対戦で投了と。グッドゲーム対戦ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。後手、まあ欲しいとこは一応引けてはいるんですよね。まあキープはできるかな。うん、手提げカバンをとっとと捨てるかどうかを考えるぐらいですかね。アンタップインの土地が引けるとでかいんですけど、まあ引けないなら引けないでも行けはしますが、負け犬、まあとりあえずカバンから。ユスルオ入道自体は結構強いと思うんですよね。でラフィンが入ったミッドレンジですね。これはタップイン確定、タップイン確定だから、いやこれはもうとっととユスローニュードとか出しに行った方が強いですね。うん、打点での殴り合いをしてあげた方が強いと思われます。手下げカバンちょっともったいないですけど捨てますか。うん、一応あーこれならグーワでいいかな。うん、グーワ置きます。あの、なんもないならね、オーニュード出したんですけど、まあ、どうせ消失の宿とか構えたんで、あれ、うん、オーニュードはもうちょっと後に残しておきたいですね。おいしない。まあ、今の盤面、宿とか構えられるにも、ラフィーンとか飛んでくる方が嫌だったんですけどね。で、まあ、スカイクレイルの亡霊とかもガンガン入ってきてること考えても、まあ、ほぼミッドレンジかなと思います。まあ、これはオーニュード出して。あげましょう。うん、次なんなら食肉かゲックス2で十分ですね。うん、お乳道もそこそこ重いとは思うので。あー亡霊飛んできましたね。じゃあまあこの11はブロックに回しますか。スペルピアスとかはすごく嫌ではありますが、いやこれ神ワーか。そうですね、神ワーで負け犬落とした方が強いですね。うん、あの負け犬追放できるタイミングで追放しないといけないので、これは落としてあげた方が強いと思います。ラフィーン44 X4 にはならんので到達ないよね。どこバウンスしよっかな。まあさすがにサイズがでかいとこバウンスですかね。あ X4 になりましたね。ならゼロ処理でいいです。まあスペルピアスがさっきのターンにないことは分かってるんで、今引きとかラフィン以外だとないと思われます。ほい、アンタップインの土地引けたんで、これは33の盤面も結構できてきたんでありがたいですね。ブロッカーが増えたのはでかいと思います。でラフィーに対してもね、次この神のランでなんとかなるんで、マイナス3、婚礼発表。まあこれは33トークンで一旦エルスペスをしばきに行きます。ほい、あとはマンモスも出しちゃっていいんじゃないかな。うん、いけマンモス、名前が面白すぎる。バトルマンモスで、こういう対戦で投了ですね。グッドゲーム対戦ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。まあ見ていたら分かる通りね、基本的にはまあ神の乱で詰めるが結構多いかなと思います。まああのなんていうか、大入道からまあ八百長バルキーとか出てきて爆発する試合とかも結構あるんですけど、
まあ、やっぱり神の乱の盤面制圧能力っていうのが非常に高いのかなっていう印象がありますね。はい。で、負け試合についてなんですけど、負け試合が完全なコントロールですね。このデッキってミシュランを処理する手段ってめちゃくちゃ少ないんですよ。まあ、せいぜいが母星樹ぐらい。ってことも加味して、どうしてもストームジャイアントとかが普通、なんかね、何回も出てきちゃうと厳しいのかなって印象があります。まあ、全体除去をバンバン打ってきた上で、ミシュラランドへ詰められる動きっていうのが非常に重いデッキになってるのかなっていう印象ですね。はい。本当に今の環境だと、まあ、多色化してきて、ミシュラランドの枚数自体も減ってきてはいるんですけど、まあ、どうしてもその辺が厳しいのかなって印象ですね。インスタントの除去がないので、その辺も含めて厳しいかなって思います。はい。で、まあもう一つ、まあ今回の動画だと、まあこの動画使った時は8割勝ってたんですけど、まあそれ以外にもね、別のパターンっていうのを、まあ配信の方とかで遊んでたんですよ。で、思ったことが、まあ、サリアが重いよねっていうお話でした。はい。どうしてもね、この辺の手先カバンだったりとか、八百長試合とか、この辺含めて、ノンクリーチャーのスペルっていうのがめちゃくちゃ増えてきてるんですよ。はい。そういうのも含めて、サリアは結構重いのかなっていう印象がありましたね。あとは、このデッキの場合は食肉火器が必要になってくるんですけど、野心家とかがね、取れないとそれだけでゲームに負けちゃうこともあったので、はい。そういう面においては白タンにはちょっと弱いのかなっていう印象はありますかね。はい。まあ、それはそうと。ただね、現状の環境として、優秀な宝物生成の能力っていうのが多くなりすぎてるのかなっていう印象はちょっとありますかね。はい。まあ、まあ、次の環境から含めても、宝物ってめちゃくちゃいっぱいあるんですよ。まあ、手提げカバンとか鏡合いの具合とか含めてね、宝物はめちゃくちゃ出るので、その辺含めても多色化っていうのがめちゃくちゃ容易になりすぎてるんじゃないかなっていう気はします。なので、ちょっと宝物が増えすぎてるってところで、ちょっと私は警鐘を鳴らしたいところではあるんですけど、まあ、宝物の自体はね、めちゃくちゃ面白いギミックだと思ってるので、私も。はい。なので、まあ、まあ、今後も多分増えていくとは思うんですけど、ただね、環境に増えすぎるとちょっと問題かなと思うので、その辺ぜひ調節してほしいですかね。はい。まあ、そんなわけで、いろいろと面白いカードも作れたので、使えたので、私としては非常に満足な。まあ、そもそも私、神の乱大好きですからね。イラストもいいですし、ことも含めてもね。はい。で、まあ、今後の環境とかにもぜひ注目していきたいかなと思います。はい。というわけで、本日の紹介は以上となります。ご視聴ありがとうございました。まあ、次回もよろしくお願いします。それでは。